では激辛ラジオニュース、今日もみんなの新気をつけちゃうぞ、やっていきましょう。はい、今回ですけど中野に、いるんですけども、今回は、辛いそばがあるということで麺屋道玄坊主さんに来ました。今回ですね、このここにある辛いそばに、今回も辛さレベルが調節できるということで、今回も辛さレベルマックスのこのしばきと言われるものを、チョイスしていきたいと思います。しばきですかね、まさにその辛さにしばかれるのではないかと今、ゾクゾクしております。道玄坊主ってこう聞き慣れない言葉かもしれないんですけれども、これ山口の方言でやんちゃ坊主ということで、今回もやんちゃのように麺をすすっていきましょう。道玄坊主、おー来ました、肉辛そば、おー真っ赤な地獄と、おすっごいこの鼻に突き抜けるような刺激的な香辛料、うまそうだこれは。いただきます。さあ道玄坊主さんの肉辛そば、しばきさんお手並み拝見、しばきましょうか。これはやっぱ韓国産の唐辛子使ってるだけあって、こう突き抜けるような鋭い辛みがあります。入ってる具材、貝割れ、そして白髪ネギ、あとひき肉、オクラ、あとチャーシューですね、あと海苔、オクラがこれ入ってるとはなかなか変化球ですよ。これ美味しいですね。美味しいな。これスープのベースは鶏と、ドライトマト、香味野菜でスープのベースとなっています。ドライトマトが入っているとは意外ですね。あっさりした感じですね。美味しい。うまいなこれは。そして見てこのチャーシュー、うまっ、ドロドロだ。いただきます。肉の旨味がじゅわっと広がってまいります。このオクラもいいね。これオクラいただきます。あうまっ。最初こう口に入った瞬間こうピリッとしたこう辛さがあるんですけど、その後にこのスープの出汁の旨味がぶわっと口の中に広がりますよ。これは美味しい。海苔にスープが染みて、これはまた、これはうまい。ベースにこう野菜を使っているだけあって本当にあっさりした味わいです。そしてこのオクラも相性がまたいいな。さあ、あっという間に残すとこはスープのみとなりました。さあ残りこの地獄色に染まったこのスープを飲み干して、この激辛バトルにケリをつけたいと思います。ごちそうさまでした。それでは早速辛さレベルの発表していきましょう。麺屋道玄坊主さんの、肉辛そばしばき辛さレベル、じゃーん、じゃん、辛さレベル 4.5 です。いやー、非常にね、この韓国産の唐辛子とかを使ったこの使っているだけあってね、口に運んだ瞬間にバッとこう突き抜ける辛さがある。しかしその後に鶏とドライトマト、そして香味野菜を使った出汁の効いたスープとふわっと口の中に広がりね、まさに旨辛の一品ではないでしょうか。野菜の出汁を使っているだけあってね、非常にあっさりしたスープの味わいになっております。本当にね、ごくごく飲んでもね、もう罪悪感というものがありません。もうヘルシーな感じですね。最後はね、丼をやんちゃ坊主のように飲み干してしまいましたというわけで、もし今度がいければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ツイッター等々も更新しますので、フォローお願いします。道玄坊主。